配線探索シリーズ、そこにはレールがあった。このシリーズは、配線跡を線でたどり、現地取材と資料調査の2つの視点から徹底的に研究する、日本一詳細な探索が自慢の配線探索シリーズです。ナビゲーターは月替わりで担当しており、今回のご案内は、私葛西、空が担当します。今回歩くのは、視聴者からのご要望のあった、米軍厚木飛行場専用線と横須賀海軍資材集結所専用線を歩きます。昨年10月、横須賀線田浦駅から分岐していた、米軍田浦専用線と相模運輸倉庫専用線を歩きましたが、米軍専用線から発送されたジェット燃料の行き先の一つが、米軍厚木飛行場。そして、その専用線は、相鉄線の相模大塚駅から分岐していました。田浦駅を出て横須賀線を走り、大船から根岸線、桜木町から高島線に入り鶴見へ。そこで夜を明かし、今度は横浜羽沢経由で東海道貨物線を前進し、茅ヶ崎から相模線、そして厚木から相鉄線に入り、相模大塚に至っていたようです。一方、横須賀海軍資材集結所専用線は、同じく相鉄線の瀬谷駅から北へ向けて分岐していた専用線。第二次世界大戦中に、現在の海軍道路に沿って専用線が敷かれ、それぞれの資材置き場へ根を張るように分岐していたようです。戦後は、米軍に接収され、上瀬谷通信施設として運用されていました。この動画を最後までご覧いただくと、両専用線について、現状や痕跡、そして資料調査から全体像をつかむことができます。また、関連する話題として、横浜市で検討が進んでいた上瀬谷ラインについても取り扱います。まずやってきたのは相模大塚駅。かつての貨物の名残か、駅の北側には留置線が広がります。現在は、日中に JR 車が、夜間に自社車両が留置されます。駅の海老名方を望みます。画面奥中央に渡り線が見えます。あれが専用線の名残。専用線の分岐はほとんど見えません。駅から基地までは直線距離で500メートルほど。もしかすると、このシリーズ最短距離なのではないでしょうか。そういえば、なんで過鉄道マニアが多いので、何かが来ると思って待ってみたら、どうやらイベント列車のようですね。さすがゴールデンウィーク。減収の補填として、各社こぞってやっていますよね。ちなみに、車両は1万系という車両なんですが、改造工事で、1万1000系特別がつきにくくなりました。1万系は、JR の E231系。1万1000系は E233系がベースなので、側面の特徴を知っていれば区別できますが、先頭を見ただけじゃ、パッと見分かんないですね。それでは、まずは、米軍厚木飛行場の近くまで行きましょう。近くというのは、軍事施設ゆえ撮影によるトラブルが発生しやすいからです。相模大塚駅に到着した米単列車は、一旦海老名方にある引き上げ線に移動し、進行方向を変えて厚木飛行場に向かっていました。イメージとしては、Z の字型に走っていました。ちょうど新宿行きの E233系。かつて、電車で GO のテーマソングで、1番は、5時半発の埼京線からの2番は、武蔵小杉で、立ち往生なんてフレーズがありましたが、何の脈絡もなかったのに、約20年の時を経て、歌詞がナチュラルに繋がってしまいました。それはさておき、この踏切の少し先に渡り線があり、そのすぐ先の分岐器が引き上げ線への分岐。踏切反対側から見るとわかりやすいですね。これがその渡り線ですが、こちらは、まだ現役で使用されています。この先道路は行き止まりかと思いきや、道自体は続いていそうです。工事用の囲いがありますが、そこが専用線の線路跡。工事用の囲いから海老名方を望みます。枕木は残されていますが、レールは撤去されています。足元を見ると、道路とかしている部分にも、若干のバラストが残っているように見受けられます。しかし、その先は、
バラスト含め完全に撤去されています。惜しくも、2021年に一切の設備を撤去してしまったんだとか。少し来るのが遅かったようですね。一旦、エビナ方の引き上げ船集団の方へ進みます。なぜ線路を撤去するのかと思うでしょうが、本来廃線になった場合は、施設の一切を撤去するのが原則。それでも施設が残っているのは、地元がモニュメントとして残しているか、運営事業者が撤去費用を捻出できなかったかのいずれかになります。ここの場合、線路は日本政府所有の米軍施設扱い。2017年に、米軍から日本政府に返還。そして、国が線路を撤去し、各地権者に返還したそうです。つまり、専用線敷設の際に、国道を引き合いに国が乗っ取ったようなものなんでしょうね。さらに、海老名方の踏切に着きました。引き上げ線への分岐器は残されているものの、レールは寸断されて脱線分岐器のような状態。そして一番手前が専用線です。踏切の部分はレールは残っているものの、アスファルトで埋められています。踏切の先は枕木だけが残され、レールは撤去済み。レールの跡からして、ここの分岐器は Y 字型分岐だったようですね。その先は、枕木すら残ってない様子。厚木飛行場の方を望みます。専用線は非電化のように見えますが、現役当時は電化されていて、電気機関車充電による牽引でした。枕木に標識のようなものが見えましたが、反対側から、望んでも何も書いてありませんでした。引き上げ線の跡は、もう少し続きます。なお、相模大塚駅、開業時は、現在の相模の駅付近に設置されており、1943年、1975年の2回の移転を経て、現在地に落ち着いています。その開業当時の写真、ウィキペディアには、地上での写真が掲載されていますが、さすがに、国土地理院の空中写真は残っておらず、元は日本海軍の基地だったので、時勢と軍事機密を考えれば当然といえば当然ですね。1947年の国土地理院の空中写真を見てみましょう。この時は、まだ、現在地から50メートル海老名方にずれていましたが、それでも、ほぼ後年の線形が出来上がっています。駅移転の際に、スイッチバックをする形態に改められたのではないかと推測されます。奥の砂利盛りが、車止めの跡でしょう。あそこまで伸びていたということ。その少し先には、相模野駅のホームが見えます。こちらがその車止め跡。標識は撤去されていますが、砂利を持った第一種車止めは、いかにも貨物専用線らしいものです。さて、専用線との分岐部に戻り、今度は、厚木飛行場の近くまで歩いていきましょう。かつては、ここに踏切があったんでしょうが、綺麗に整地されています。かろうじて、道路の切り欠きが、その名残でしょうか。線路跡には、建物の基礎らしき構造物。カーブした塀に、線路の名残をとどめますが、線路跡は、区画の一部に飲み込まれようとしています。反対側には、民家の建設工事中。廃線跡にありがちな、不自然な向きで立っている民家が、これからできようとしているんですね。先へ進みましょう。県道40号線との交差。ここを斜めに横断するように踏切が設けられていました。現役当時は警報器のみの第三種踏切だったようです。こちら側も線路跡に基礎が築かれているのがわかります。専用線はこの先へ続きます。道路を渡って厚木飛行場方面を望みます。真ん中のアスファルト舗装が線路跡です。先へ進みましょう。一見道路のように見えますが、私有地のようなので、迂回します。線路跡はこのように続きますが、ここにも民家が建っていますね。なぜ、線路跡に対して、斜めに家が建つのかと思うでしょうが、専用線が斜めに横断するように伸びていたんですね。国土地理院の空中写真を見れば一目瞭然。不自然な区画にならないよう、極力配慮されているようです。ここは通り抜けができるようになっていそうですね。この先は、
まだ払い下げが進んでいないのか、線路やバラストは撤去されていても、草ぼうぼうのままになっています。境界標か何か残ってないだろうかと注意深く確認したものの、それらしきものは一切なし。平塚輸送所専用線とか鉄道連帯専用線のように、道路と化しても残っている例はありますが、ここでは完全に撤去してしまったようですね。ここで、線路跡の東側に移ります。ここは、アパートの駐車場として払い下げられたようですね。砂利が撒かれていたり、草ぼうぼうだったり、施設の完全撤去は昨年のことなので、跡地の再利用は、まだまだこれからという印象です。ここでは、広大な区画の一部に飲み込まれていますね。活用され次第では、こうした明確な線路跡が消滅するのも、時間の問題でしょう。おっと、これは何でしょうか。境界標は境界標でも、これは大和市の市章なので、市道の境界でしょうか。国土地理院の空中写真を見ると、ここに踏切はなく、線路撤去後に通行ができるようになったと見えます。なお、専用線が日本に返還されるまでは、この側道は、米軍と大和市の共同所有で、専用線返還と同時に、大和市の単独所有に変わっています。コンクリート製の橋になっていますが、地盤が剥き出しになっています。下を走るのは東名高速道路。橋の構造からして、鉄道と道路の併用橋のようですね。東名高速道路を越えても、線路跡が見るようなのは相変わらず。ここに踏切があって、線路はこのように伸びていました。おや?何か塊が落ちているかと思いましたが、これは、植木鉢の土を捨てたものでしょうね。踏切は撤去され整地されていますが、アスファルトの境界が、踏切の名残になります。そして、こちらには在日米軍の専用駐車場が、米軍基地に近づいてきたことを実感させられます。先へ進みましょう。左の米軍関係者用駐車場に泊まっているのは、意外にも日本車が目立ちます。米軍基地で勤務する日本人も多いですからね。そのことも現れているのでしょう。ここで、1947年の国土地理院の空中写真を見てみましょう。どう見ても線路だけとは思えないほど、広い道路が平行しているように見えます。カーブしている道路に沿って、駐車場も細長く伸びているのは、かつて、この道路を米軍が接収していた名残でしょう。ちなみに、厚木飛行場といえば、戦後マッカーサーが来日した際に降り立った場所。現在も、米海軍の重要拠点の一つとして活用されています。ところで、厚木市には全くかからないのに、なぜ厚木を名乗っているのかというと、その経緯は迷宮入りしてしまったよう。帝国海軍の基地だった当時から、厚木の名前が使用されています。線路跡はこの先も続きますが、このすぐ奥が厚木飛行場。手前は国有地で、立ち入るのは、控えた方が良さそう。奥の綺麗になっているフェンスが、線路があった場所。田浦とは違い、基地内も線路は撤去されています。参考までに、1983年の国土地理院の空中写真を見てみましょう。線路は、3本に分かれ、そのうち、1本は、かなり奥の方まで伸びていたことがわかります。でも、見た感じ、田浦や現在の安全で見られるような荷役設備が見当たりませんが、一体どのようにして積み下ろしていたのか。それは、軍事施設ゆえ闇の中でしょう。続いては、横須賀海軍資材集結所専用線を歩きます。降りたのは、相模大塚から横浜に向かって二つ目の駅、瀬谷。現在は、2面4線で、特急の通過待ちが実施されることがありますが、かつては、2面3線の駅でした。現在の4番線が、かつて、貨物列車の待避線として使用されていました。1947年に撮影された国土地理院の空中写真を見てみましょう。ヤードらしき敷地が、駅の北側に広がっていることが確認できます。改札を出て、自由通路から、駅の横浜方を望みます。駅の左側がヤード跡地ということになります。瀬谷駅の横浜方の踏切に来ました。貨物ヤードは、この辺りで本線から分岐していたと考えられます。国土地理院の空中写真を見てみましょう。ここが今立っている踏切。ちょうど、
その前後に分岐器があったように見えますね。線路沿いの商業ビル、ちょっと不自然な屈曲がありますね。足元の歩道を見ても、道路との境界が屈曲しています。1977年の国土地理院の空中写真を見ると、直接の関係はなさそうに見えます。しかし、駅前ロータリーの敷地の形が、このように、ヤード跡地に、忠実な形となっているのがお分かりでしょうか。現在は、再開発で面影を消してしまいました。現在は、このように道路が折れ曲がっています。ところで、近くには金色のポスト。なぜ、金なのかというと、昨年の東京五輪に出場した地元出身の選手が金メダルを獲得した記念とのこと。他の地域にもあるんでしょうか。かつて駅前ロータリーがあった場所は広大な駅前広場に変貌しています。国土地理院の空中写真を見た限り、1990年代後半にはすでにこの状態になっていたようですね。そして奥には瀬谷中学校、ヤード跡地の一部です。それでは、謎の多い横須賀海軍資材集結所専用線を歩いていきましょう。まずは廃線跡に絞って解説し、上瀬谷ラインのことは後で時間を割きます。右は先ほど軽く触れた横浜市立瀬谷中学校。創立は1947年ですが、当初は別の場所にあり、現在地に移転したのは1950年のこと。少なくともその時点までには専用線は役目を終えていたということになります。この先にある横須賀海軍資材集結所は戦後米軍に接収され、上瀬谷通信施設として長らく供用されますが、いつ使用されなくなったのか。国土地理院の空中写真からヒントを得ると、1947年の時点では、ヤードに列車らしき姿があるのに、1949年の写真では、車両の姿はなし。米軍に鉄道施設ごと接収された後も、しばらくは使用したものの、すぐに使わなくなったということでしょう。中学校を囲むように歩きます。この先は、約3キロもの間、長い直線道路になっています。戦時中には、滑走路として使用することも想定されていたと言われます。中学校の敷地から、斜めに交差点に滑り込むように伸びていた線路。この先は、この道路に沿って一直線に伸びていました。この辺りは普通の歩道ですが、しばらく進むと、歩行者と自転車の通行区分が分けられるほどの幅になります。線路はこちらで、その分、歩道が、対向の歩道と比べ広くなっています。道路は、ひたすらまっすぐ伸びていますが、奥の方、緑が濃くなっていますね。道路と線路は盛り土で区分され、戦後、その盛り土に桜を植えたんだとか。道路の片側にしか並木がないのはそのため、一説によれば、1952年までは線路が残っていたらしいです。ここで、道路が立体交差になっています。国土地理院の空中写真を見てみましょう。1949年の時点で、それらしき立体交差が確認できます。現在の道路の線形と比較しても、当時からのもので間違いなさそう。軍用の線路、道路ということもあって、分離させたかったことが伺えます。足元の描はというと、これは廃線跡とは無関係。おっとっと、道路に桜の木の絵が描かれたタイルが。この海軍道路、桜並木として有名で、毎年春になると、多くの人が花見に訪れるんだとか。瀬谷駅からだいぶ離れ、だんだん高い建物がなくなって空が広くなります。沿道の景色も、だんだん緑が多くなってきました。道路の右には、キャベツ畑が広がります。こんな風景を見ると、
今ここが横浜市であることを忘れさせてしまいそうです。建物もほとんどなくなり、沿道には畑や藪が広がります。奥を見ると結構長そうな緑のトンネルが。上瀬谷通信施設の跡地はもう目の前にあります。かつてこの付近に門が設置されており、ここの先が軍用地だったとのこと。1947年に撮影された国土地理院の空中写真を見てみましょう。今立っているのがこの辺り。危険物をストックする場所だけあって、それぞれの保管庫は一定の距離を持って離されており、そのおのおのの保管庫に線路が伸びていることが伺えます。またいくつかの分岐線が枝分かれしているように見えます。一説によれば1、2、3と3本に枝分かれしていたようですが、これも怪しいですね。もっとも、ここで、とんでもないカーブがあることになりますが、果たして、本当に、この部分は、線路があったかは不明。いや、しかし、よーく見ると、線路のような2本の筋が、なんとなく映っている気が。そして、ここには、トロッコが3台ありそうな気が。つまり、基地内完結の輸送手段として、トロッコが使用されていた可能性もあるということでしょうか。ちなみに、今昔マップで、1945年の地図を確認したところ、線路はこのように枝分かれしていた模様。道路として描写されているので、仮にトロッコの線路があったとしても、直接鉄道貨物輸送のように供されていたことはなさそうです。測量が1945年、発行が1946年なので、終戦後の状況変化で修正が行われている可能性も否定できません。そして現在一帯は、上瀬谷農業専用地区という農業地域として扱われています。現在地はここ。上瀬谷通信施設はその一角にあったということです。一面には横浜市とは思えない光景が広がります。先へ進みましょう。まるで手つかずの自然が残っているような雰囲気。交差点の脇には鬱蒼とした緑がありますが、その向こうには上瀬谷グラウンドが広がります。上瀬谷通信施設は面積にして瀬谷区の 15% を占めていました。例えて言うなら東京ドーム51個分、東京ディズニーリゾートより少し大きいかなってくらいの感覚です。基地内にゴミを捨てるなの看板、手書きながら看板は鉄製なので戦後の設置ではないかと思われます。一応、農地ということにはなっていますが、全部が、全部農地として利用されているわけではない模様。近年まで、米軍の管理下にあった土地は、返還後は国有地になっています。いくつも脇道がありますが、いずれも関係者以外は立ち入り禁止。しかし、桜祭りのシーズンに限っては立ち入りが許されるんだそう。少し時期が遅かったと思いましたが、結構な人手になるらしく、うかうかとカメラを回すことはできないかもしれませんね。まあ来年機会あれば、中に入って、追加で痕跡を探してみたいものです。先ほど一瞬、馬糞あげますという看板が目に入りました。実は、土壌改良効果が高く、農業では結構重宝されるんです。いかにも、農地って、漢字の看板につい触れてしまいました。辺りを見渡しても、建物という建物は見えず、緑に囲まれた一直線の道を進んでいきます。地方の方からするとこれが本当に横浜市なのか疑いたくなる光景ではないでしょうか。2027年にはこの地で横浜花博が開催されることが決まり、この手つかずのような自然を満喫できるのも今のうちかもしれません。辺りが明けてきました。一面に広がる脱皮路、土地、何か痕跡がありそうですが、すでに草が伸びきって折りうずもれてしまっているご様子。奥に看板が見えますが、英語が第一言語になっているあたり、ここが米軍の統治下に置かれていたことを実感させられます。内容からして、何らかの広場だった模様。奥に見える赤い看板は駐車禁止の文字。国土地理院の空中写真を見てみましょう。道路が狭いので、通行の支障にならないよう注意を促した形です。それにしても、左の円を描いている敷地は何でしょうね。
この写真を見た限りでは、ヘリポートは別に用意されていますし、1961年の空中写真を見てみましょう。綺麗な円形の敷地が2つあります。人為的に形成されたのは確かですが、1977年になると、かすめるように道路が敷かれています。上の小さな円形の敷地は、すでに使われてない様子。でも、グラウンド、特に野球に使われていたような雰囲気ですね。実際に、どのような目的で、円形の敷地を造成したのかは不明。そもそも、上瀬谷通信施設を運用していたアメリカ国家安全保障局は、古くは、組織の存在すら秘匿されていた組織。1960年、この上瀬谷通信施設に勤務していた同性愛者の職員2名がソ連に亡命し、組織のことを明るみにしてしまい、アメリカ政府も泣く泣く存在を認めた過去があります。国家の安全保障に関する情報を扱っている性質上、現在も全容は明らかになっておらず、上瀬谷通信施設の各施設の人は日本政府すら把握していないかもしれません。ここに閉ざされた門があります。2008年の時点では、駐車場として利用されていたようです。返還された後も、国有地への緑な立ち入りを制限するため、ゲートは残されたままになっています。そして、このゲート付近から右に向けて線路が分かれていました。国土地理院の空中写真を見てみましょう。今立っているのがこの辺り。先ほどの通り、線路はこの辺りまで続いていたものと見られます。後年の空中写真を見ると、線路跡の一部は道路に転用されていることがわかります。現在は草にうずもれてしまい、全く痕跡がわからなくなっています。先へ進みましょう。ここには、在日米軍から日本政府に返還された土地であることを示す看板。先ほどの分岐点から少し歩いたこちら、今度は、左方向に線路が分岐していた場所になります。一見、ただの藪に見えますが、線形に沿って藪が湾曲しています。国土地理院の空中写真を見れば一目瞭然。線路があった当時は盛り土になっていたことが伺えます。日本海軍施設だった当時は、施設の整備に先行して線路を整備したように見えますが、戦後米軍に接収された後に資材置き場が整備されています。施設当時、今後の施設の拡張を見込んでいたということですね。横断歩道を渡り、分岐線の方へ進みます。左を見ると、なんとなく、当時の盛り土が残っているように見受けられます。線路は、こちらからこちらの方へ。すでに農地に転換され、当時の線形を思わせる痕跡はありません。しかし注目したいのはこちら。道路が盛り土になっているんですが、1949年に撮影された国土地理院の空中写真を見ると、盛り土によってできたであろう影が確認できます。道路の線形や、畑から少しかさ上げされていることは、当時から変わっていないと推定されます。もう少し先へ進みます。この道路、奥で左にカーブしていますが、そのカーブの先あたりから分岐した線路と並行していました。しかし、国土地理院の空中写真を見ると、線路跡を道路に転用したものではなさそうですね。この先へ進んでいきたいところですが、残念ながら、この道路も関係者以外立ち入り禁止なので、ここで引き返し海軍道路に戻ります。瀬谷駅から伸びてきた専用線も、3本に枝分かれし、終点が近づいていますが、まだ続きます。上瀬谷通信施設だった土地、基本的に手つかずのままですが、時折農地として開墾されていることが伺えます。土地が道路より高い位置にあるため、遥か彼方に地平線を見通すことができます。そして、開墾された広大な農地が姿を現します。かつては、この辺りにも倉庫があり、専用線が分岐していましたが、その面影は全くありません。よく見ると、侵入禁止の看板に、在日米軍上瀬谷通信隊の表記があり、
赤い塗料で塗りつぶされています。上瀬谷通信施設は、あの奥の林の向こうにありました。こちらは、日本返還後の2019年に撮影された国土地理院の空中写真。建物自体は現存しているようですね。2015年に返還された時点では、すでに、主たる機能を青森県の三沢基地に移していたため、ここで勤務している職員はいなかったようです。花博の際には、建物群をすべて解体するものと思われます。一度でもいいから見学させてほしい気もしますが、アメリカの最高機密を扱う場所なだけに難しそうですね。花博終了後はテーマパークを開業させるという計画がありましたが、事実上の頓挫状態。ひとまず、花博の会場に使用された後の使途は、現在のところ確定していません。当初は、相鉄の手によってテーマパークを開業させる計画だったんですが、新型コロナウイルスのパンデミックで手を引いてしまいました。そして、この辺りでも、野菜の栽培が行われていますね。左に目をやると、奥の方に、3棟の高層マンションが見えてきました。私立上瀬谷住宅です。タワマンのように見えて、公営住宅なんですね。そして、中央やや左奥には、東京システム運輸の横浜町田物流センターが見えます。ちょうど、上瀬谷住宅のすぐ向こうを東名高速道路が通っており、横浜町田インターチェンジも近隣。横浜町田インターチェンジでは、東京の外郭を環状に結ぶ国道16号線と交差しており、交通の利便性の高さから、物流センターや倉庫が多く立地しています。奥に建物が見えてきたということは、廃線跡ももう間もなくで、終点ということになります。今まで、瀬谷駅からまっすぐ伸びてきた海軍道路も、ここで、右にカーブを切ります。線路の終点は、どのあたりでしょうか。八王子街道の、ちょい手前まで続いているように見えます。このあたりで、道路の幅が狭くなっているのは、並行している線路の終点ということでしょうか。奥が八王子街道。このあたりが線路の終点であると考えられます。ここは、Google マップ上では道路になっているはずなんですが、全く道路って感じじゃないですね。工事用の囲いが不自然に建てられているのが、かろうじて道路であるという主張なのでしょうか。道路の反対側はこんな感じ。一面の畑になっていますが、柵付けがなされていない面積もそれなりにあると見受けられます。さて、今回は、二つの廃線跡を歩いてきましたが、このうち、後者の横須賀海軍資材集結所専用線に沿って、新交通システムの整備計画があるのをご存知でしょうか。それが上瀬谷ライン。花博のアクセス手段として、瀬谷駅から上瀬谷駅を結ぶ路線。上瀬谷駅は、専用線が三股に分岐するあたりに設置され、さらに、その先、専用線の終点付近に車庫が整備される予定になっています。当初は、シーサイドラインが事業主体になると想定されていましたが、2021年11月に辞退を表明。2027年の開通は不可能となり、当初目的であった花博へのアクセス手段として機能することはできなくなりました。もし実現すれば、2008年の日暮里・舎人ライナー以来の AGT 新規開業路線となるはずだった上瀬谷ライン。なぜ暗礁に上がってしまったのか、それには、横浜市のあまりにもお粗末な計画と見通しが原因と言えます。まず確定しているのが、瀬谷駅と上瀬谷駅の間を結ぶということ。瀬谷駅は、相鉄線瀬谷駅近隣の地下に、途中で高架線になり、上瀬谷駅は、専用線が三股に分かれた少し先あたりに設置され、さらに、その先、専用線の終点付近に車両基地が整備される予定。中間駅が設置される計画はなく、将来的に上瀬谷から先へ伸ばす、具体的な計画もなし。瀬谷から上瀬谷までは2キロちょっと。歩いてきたのでわかりますが、途中海軍道路沿いには、住宅もそれなりにあるし、高校もあります。でも、その中間駅があれば拾えるであろう、潜在需要を一切無視し、瀬谷と上瀬谷を結ぶだけに特化した路線に、ゆりかもめよりも長い8両編成の AGT が走るなんて、今のままの状態で花博が終わったら、無用の長物にしかならないでしょう。花博終了後、相鉄がテーマパークとして開発することを、一体の地主に提案するも、新型コロナウイルスのパンデミックで需要が見通せず断念。代わりに、
三菱地所が検討パートナーとなって自然を売りにしたテーマパークを提案するも、三菱グループで運営するのかなど具体的な事業計画は不明。その中、横浜市はテーマパークの来園者を年間1500万人と想定してかなり強気。なぜ強気と断ずることができるかというと、新型コロナウイルスのパンデミック前の東京ディズニーリゾート、ランドとシーの合計年間来園者数が約3000万人。単純にランドとシー、それぞれが1500万人程度集客していた計算になります。相鉄自身もディズニーリゾートのようなテーマパークを想定していましたが、具体的なコンセプトははっきりさせていませんでした。ディズニーに匹敵する集客力のありそうなコンテンツって何でしょうね？ハリーポッター？でも豊島園の跡地にできますし、そもそも大阪のユニバーサルスタジオジャパンとも被っちゃうし、かといって日本初のコンテンツでそこまで幅広い年代に支持されて集客力のありそうなコンテンツも見つからない気が。それにコロナ禍前の限界まで来園者を受け入れての1500万人なので、今のご時世そこまでの人数を入れることもできない気がします。そう思うと、横浜市が想定する年間来園者数1500万人がありえないレベルのどんぶり勘定であることがわかります。シーサイドラインを辞退した理由に、テーマパークのコンセプトが未定で来園者数が読めない、事実上テーマパーク専用路線なのにテーマパークの資本参加がないことを挙げています。ちなみにシーサイドラインには近隣の京急や東急、相鉄のほか八景島シーパラダイスの親会社である西武も資本参加しています。テーマパークに特化するんだったら、そのディズニーリゾートラインのようにテーマパークの運営会社が子会社なり設立して運営させるのが筋と言えるでしょう。その方がテーマパークと一体化したコンセプトでアトラクションに昇華させることができる気がします。なお、シーサイドラインは今回は辞退を表明したものの、再検討の余地を残しています。もちろん花博終了後の上瀬谷通信施設の跡地利用が確定して採算性や継続性が担保されることが条件ですが、ある横浜市議会議員の話によれば、上瀬谷から長津田か東海市場までの延伸を検討しているとされます。また瀬谷から上瀬谷までは約2キロ、途中には高校もあり、中間駅を設置すれば潜在需要を拾える可能性だってあるわけです。 AGT の利点はゴムタイヤ駆動ゆえ加減速に優れていること。もちろん設置する駅が増えればその分建設費は増加しますが、上瀬谷特化型交通に固執しないことも一つの打開策になるんじゃないかと思います。いずれにしても花博開催までの開通は断念しており、花博輸送はシャトルバスになるようです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。廃線探索シリーズ、そこにはレールがあった、次回は6月11日の公開予定です。次回の動画公開は決定次第第1チャンネルのコミュニティ欄でお知らせします。それではまた次回の動画でお目にかかりましょう。